にちは、ドラゴンワロのオービスエクソ、どうも皆さん、ドラゴンワロで、ぜひ登録、高評価もよろしくお願いします。ということで、本日も、イフトウェル20250やっていきたいと思うんですけども、突然ですが、皆さん、イフトを始めた理由って何ですか？はい、私、ドラゴンワロですね、もう、かれこれ18年ぐらいサッカーをやっておりまして、まあ、その流れでね、まあ、サッカーゲームやるなら、ウイレだろうということで、ウイレを始めて、まあ、移行したタイミングでね、イフトにそのまま切り替えたという形なんですが、最近ですね、イフトを始めたという友達がおりまして、自分のね、YouTube を見てくれたりしてね、結構連絡くれたりするんですけども、その子がね、イフト急に始めたから、なんで急に始めたのって聞いたら、ある漫画を読んだらしいんですよ。これ、本当に嘘じゃなくてですね、漫画から始めたらしいんですよね。で、何を漫画を読んだのかなと思ってブルーロックとか聞いたんですよ。違ったんですよ。何だったかというと、青足だったんですよね。皆さん、青足っていう漫画読んだことあったり聞いたことあったりしますか？私、ドラゴンワロ、実は青足めちゃめちゃ大好きでして、全部もう揃えております。全巻揃えておりまして、まあ、他にもね、もうそもそも漫画自体が大好きなんで、サッカー漫画で言うと、デイズとか、ブルーロックとかね、キャプテン翼とか、エリアの騎士とか、今いろんな作品持ってるんですけども、その子はね、青足という漫画から、ハサカをね、ちょっと興味持って、そのままゲームに来たという形なんですが、青足っていう漫画ですね、少し、普通のサッカー漫画とは違うんですよ。まあ、だいぶ違うかな。まあ、基本的にサッカー漫画って言われたらさ、ザ・青春みたいな高校とか中学を舞台にした部活動が描かれると思うんですけども、青足はね、ユースが舞台、すなわち高校年代ではあるんだけども、部活動ではなく、プロクラブの下部組織の話になってくるんですよ。いや、これ珍しいでしょ。基本的にはね、もうザ・青春みたいなね、もう日本一目指して頑張るぞみたいな感じだと思うんですけども、プロになるためにどうすればいいのか、もう厳しい決断、いろんなもう非常な決断とかね、もう周りがサッカーやめてったりとか、サッカー楽しくなくなってたりとかするんだけども、プロになるために、お金を稼ぐためにサッカーにしがみついていく、そんな状況の中で、主人公、青井葦人が頑張って奮闘してね、プロを目指していくという話なんですけども、とてつもなく大きな分岐点に差し掛かるんです。それは何かと言いますと、ポジションコンバートなんですよ。ポジション変更ですね。どっからどこに変更したかと言いますと、センターフォワードから左サイドバックに変更したんですよ。皆さん、考えられますか？左サイドバックが主人公の漫画ですよ。見たことないでしょ、そんな漫画。ぜひ、青足読んでみてください。そして、ウイレアプリ、イフトアプリ始めて、もう私、ドラゴンワロー、びっくり仰天なことが先週ありました。なんと、センターフォワードで登録されてた選手が、ハロウィンの俳句としてね、仮装しましたよと、青井葦人の真似しましたと言わんばかりの、センターフォワードから左サイドバックへのコンバートされて、本敵地で左サイドバックで俳句されてるじゃねえかよということで、今回はこちら、ポジション変更選手たちで環境ぶっ壊そう、カオスに導きます。はい、ということで今回はですね、はい、無料俳句でセンターフォワードから左サイドバックに仮装しました。無料俳句左サイドバックハワーツ使用していきながら、他の選手たちもポジション変更した選手たちのスカットで環境を荒らしていきたいと思います。いや、では見ていきましょうか。まずはもうハワーツですね、左サイドバック。いや、センターフォワードから左サイドバックになるとは思ってなかったけども、まあ、ドイツ代表でね、1回か2回やってましたよね、左サイドバックで、ね、ハワーツ何回か見ましたけども、まあ、悪くはなかったからね。でまたこんなに俳句としてもう全ユーザー全に配られると思ってなかったですね。そして続いて守備陣なんですけども、正直守備陣はね、結構本適性ついちゃってる選手が多かったんで、中でもね、まあ普通に通常のポジションから変わってる選手、カイル・ウォーカー、そしてデヨング・ハンツコを持ってきました。そしてキーパーはゴールキーパー・ジルでございます。いや、これはポジション変更でしょ。まあこれは文句ないと思いますね。そしてDMFバグ強化、ピレスのバックに入っていましたベルナード・シーバでございます。週間のバグ強化ですね、これもポジション変更、DMFになってるからディフェンス力がめちゃめちゃ上がってるというわけでございます。そして右ハーフ、キャプテンを務めます今回はデュンフリースでございます。いや、懐かしいんじゃないこれ。ワールドカップのね、デュンフリースでこれ結構バグ強化で登場したんですよ。プレースタイルもね、クロサーになってて、フライパスめっちゃ高くなっててね、普段はサイドバックなのかな、今回クロサーになっておりますよと。そして左のミッドフィルダーには同じくワールドカップ週間のバグ強化、ムアッペでございます。いや、もう愛用しすぎでしょ。2000試合なんて優に超えてます。いや、本当に強いよねこれね。もうポジション変更が生み出した化け物でございます。初代バグ強化って言っていいんじゃないかな。まあ初代バグ強化じゃないけども、まあ初めて環境でマジで参るバグ強化の週間選手といっていいんじゃないでしょうね。そしてセンターフォワードは3人揃い踏みでございます。ショータイムでラインブレイカー、モメンタムとして登場したビニシウス、そして右にはライブレサワラ、こちらも愛用しすぎてましたね、めちゃめちゃ使っております。そしてセンターフォワードには同じく
ハロウィンの仮装しましたね。はい、ジョルジーニョでございます。ということで、今回こちらのポジション変更選手たちで頑張っていきたいと思います。ぜひ最後のご視聴よろしくお願いします。レッツー、フィールドはカオスに。はい、ということで、試合マッチングできました。コンディションの方から確認していきましょう。デュークリス、何があったんだお前、マジか、デュークリス。しかもベンチも普通に入れ替えただけだから、そんなにでも使える選手いねえし、使えるとしたらもうこの、あれか、ライブレイカーになってるロドリゴぐらいですね。ということで、いやー、これも無理だな。まあ、レオンも、まあ、スパサブだし、いいか。ということで、やっていきましょう。おやつ、ビエラいる。やべ、うわ、もう強、めっちゃ強い。でもなんかチームは低い。なんで、そういうことね。何人か総合値低いやつね。いやー、よくわかんないよね、これね。エフェクトみたいな発動するとか思ってんのかな。まあ、わかんないですけども、早速やっていきましょう。いやー、ここら辺のビエラとかバルベルとかきついけどね。頑張っていきましょう。では、早速やっていきましょう。ジョルジーヌから、まあ、どっちにそうかな。まあ、左かな。まあ、クロス上げるって考えたら、まあ、右のロドリゴあんまりね、多分クロス上げれないと思うんで、ハバーツ使っていこうよ。ということで、やってみましょう。これ、インパクト最初から上げれないんかい。上げれないか。ちょっと待って。待って、これ、守備がザルなんですよ。マジで守備、守備はザルじゃないか。いや、待って、守備ザルなのか。キーパーがザルなのか。そうか、ジルがいるから、オッケー、素晴らしい。デヨング、待って、おお、パス、えぐい、うわ、来た。えぐい、ということで、来ると、待って、ちょっと待って、ロドリゴ、ってだから打ったけど入っちゃったわ。ということになった。前半6分にロドリゴ先制でございます。マジか。じゃあその前のデヨングのパス早っ、めっちゃエグいじゃん。ということで、ここから立って繋がった。おお、マジで。さすがにきついか。いや、ビーラとバルベルで、この中盤をね、いかに攻略するかっすね。ベルカンブもいんのか。待って、強えな、これ。週刊のデビスもめっちゃ強いのか。うわ、ギリギリ、やぶね。オッケー、素晴らしい。ハンツカ奪っていく。3キロで、ここから。いやー、これ、きついな。これ、逆サイドまで持っていけるか。うおー、エグい、繋がるか、繋がってる。エグい、ガチか。こいつら、バグだわ、やっぱ。バグ強化されてるから、めちゃめちゃ、うわー、ちょっと最後入んねえか。いや、えぐない今のパス。ちょっと待って。なんか、勢いで、なんかサッカーしてないみんな。ちょっと考えてられてないよね。もうみんな感覚でサッカーしてます。いや、うますぎる、マジで。ポテンシャルえぐい。で、ここ立って入れておきだ。いや、苦しいの。いや、やべえ。いや、マジか。やっぱやべえわ、こいつら。天才しかいねえわ。だってもうバグってんだもん。ポジション変わってもさ、それ以上の活躍した選手がここにいるからね。もうみんな上手いよな、そりゃ。どういうことで。いや、ジョルジーニョはね、もうガチなんよ。マジで強い。本当に強いね、ジョルジーニョは。ということで、なんと2点リードを奪って、ここ反則を奪って、オッケー、マベ立って入れるの、オッケー、ウィニシー使った。あー、さすがにきついか。いや、ビニね、ちょっと今のはね、もう一回特殊とか挟めばよかったかな。で、ここ立って入れて、オッケー、ロドリゴ。ちょっと待って、ここのなんか、ロドリゴのさばきがえぐいね。毎回ワンタッチでトントントンでさばいちゃうけど。いや、待って、終わったか。これまずい。あ、ベリン、よし、ということでやっていきましょう。2-1だからね、マジで油断したら終わります。いや、でも、こっからカオスに導くんだからね、もう本当に、北の連みたいな感じで、ここで司令塔を受けて、ヨングが後ろからやっていく。で、ここからオッケー落とす。うわ、ペア、オッケー、ベルナシーバーから右使えないな。上がってるけど無理だ、これ。オッケー、じゃあビニーに私、待って、ビニー行ける。来た、ビニー、ここ中行って、特殊入れて、コンカスって、オッケー、決め切っていく、特殊。いや、強いな、普通に。え普通に強いんだけど。待って、めちゃめちゃ強いんだけど、こいつら。めっちゃ強いじゃん。なんでなんでこんな強いの。いや、まあ、みんなが上手いからか。バグ強化だから能力が高いから、それそうなのか。いや、マジか。ちょっと思ってたのと違ったら、もうこいつら何してんねんみたいな。もうサッカー自体のね、もう試合がカオスになる展開想像してたけど、普通に強いじゃねえか。オッケー、ウォーカー奪っていく。じゃあ、ここから縦。あー、きついけども、オッケー、ベルナード拾って3球。いや、パスがえぐい。待って、縦抜けてるよ。待って、来ちゃって、サラ。待って、また立て続けに、中入れて、チョルジーノが中入れて、ビンにボンって打って、ちょっと待って、マジで強い。え4点 ?4 点ですよね。4対1なんですけど。よし、じゃあコーナーやっていきましょう。コーナー不安やなー。いや、普通にジルボカンって決められそうだもんね。頼む。あー、消す、消す、消す。ジルエグい止めた。おー、危ね、ギリギリ。おー、怖っ。いや、今終わったかと思ったわ。オッケー、じゃあここ立ってボカンと言って。オッケー、ジル蹴って。うわ、マジ、なんで見せたの。ジル出てこい、ジル、ジルー、すいません。それ止めるんかい。いや、マジか。いや、今のスーパーセブでしょ。いや、めちゃめちゃ上手かったね。ということで、もうめちゃもう絶対終わったと思ったけども、スーパーセブ見せていくチル、素晴らしい。で、ここの2回目のコーナーキックも、いや、もう毎回コーナー怖いな。あー、なんかもうね、あんまラッシュにしてきた。もう無理だ。
ジル大丈夫か、今吹き飛んでなかったか。オッケー、ナイスキー、ジル素晴らしいぞ。グリちゃん最後のやつドカンと蹴って、いやこれロドリゴじゃ無理か、ベッケンも無理ではない。いやでけえなって打点高すぎだろ今の。いやめっちゃベッケン飛んでたな。いや、ま、終わったかも。待って待って待って、ハバーツ全然ハバーツ全然活躍してない。オッケー、ハバーツ、オッケー、超嬉しい。オッケーで、オッケー、ベルナロから立て、オッケー、頑張れ頑張れ頑張れ、オッケー、みんなオッケー、レオン途中交代のレオン頑張って走って、早っ、うん、ちょっと早っ、うわ、お前ミスするんかい、あ俺がミスったか、ちょっとね、やばい、最後ラスト行かしてくれ、ラスト行こう。オッケー、そしてアンツコから逆サイドドカンと蹴って、いや繋がる、えぐい、えぐい、えぐいって、オッケー、サラーから逆サイドして、フィニッシュです。最後に折り返しちゃった、やらかしたということで、俺もビクって、待って、もうみんながカオス、話してる内容もカオス。